皆さんこんにちは。来季の J1 昇格を決めた横浜 FC の元日本代表ミッドフィルダー中村俊輔選手が今季限りで現役を引退することを発表しました。日本代表やスコットランドプレミアリーグのセルティックなどで一時代を築き、 J1 でも横浜で史上初となる2度の MVP を獲得や、左足の芸術的なフリーキックは世界的な名手としてその名を轟かせていました。近年は右足首の故障との戦いが続き、熟慮の末プロ26年の現役生活に終止符を打つ決断を下したそうです。今回はそんな中村俊輔選手について紹介していきます。中村俊輔選手は国際 A マッチ98試合24得点という偉大な実績を残してきた選手です。2000年レバノン、2004年中国のアジアカップ連覇に貢献し、2004年大会では MVP に輝くなど誰もが認める仕事をしました。彼ほど日本代表そしてワールドカップに強いこだわりを持つ選手はいないと言っても過言ではないでしょう。しかし夢舞台には縁がありませんでした。つまずきの始まりは初めて日本代表に招集された1998年2月のオーストラリア合宿です。当時の指揮官岡田武史監督は当時横浜マリノスで完全にはレギュラーに定着していない19歳の中村選手を抜擢しました。しかしアデレードに到着するや否や負傷し、アピールの機会を失いました。その2ヶ月後の日韓戦にも招集されましたが、急成長していた一つ年下の小野伸二選手に押されて出番はありませんでした。結局1998年フランスワールドカップは落選しました。2000年2月のシンガポール戦で初キャップを刻むまで中村選手は初招集から2年もの歳月を要することになりました。トルシエ監督時代も紆余曲折の繰り返しでした。中村選手はトップ下でのプレーを強く望んだものの、中田英寿選手と小野選手がいたため中村選手は左サイドで起用されました。そのことに対する不満を幾度となく口にしたことでトルシエ監督との確執が生まれ、最終的には2002日韓ワールドカップのメンバーから落選しました。トルシエ監督は中村は怪我をしていたしベンチに置いておける選手ではなかったと説明しましたが、当時の中村選手にはその意味が分かりませんでした。今でこそ2002年なんかかすり傷と中村選手は話しますが、この挫折は間違いなくバネになりました。ヨーロッパへ渡って自分自身を磨き器の大きな選手に成長したのです。ところが満を持して中心選手として挑んだ2006年ドイツワールドカップは、目に見えない重圧からか肝心なところで原因不明の発熱に見舞われました。猛暑のクロアチア戦の後ウィンドブレーカーを着て青白い顔をしてミックスゾーンに現れるほど体調は最悪でした。ワールドカップは何か起きるんだよね。いろんなプレッシャーが毎試合あるから、ドイツではサブのみんなも個性が強かったし、いろんなストレスがあったのかなと振り返りましたが、この悔しさは格別だったに違いありません。だからこそ2010年南アフリカワールドカップでは完全燃焼したい。中村選手はヨーロッパでさらに力を蓄えました。2006-2007シーズンにはセルティックをヨーロッパチャンピオンズリーグ決勝トーナメントに導き、スコットランドリーグ MVP にも輝きました。約9ヶ月ぶりに招集されたオシムジャパンでも際立った存在感を発揮しました。2007年12月の第2次岡田ジャパン発足後もエースに君臨し続けました。岡田監督の中村選手に対する信頼は厚く、しばらくはチーム内のヒエラルキーに変化はありませんでした。少なくともワールドカップの直前まではジーコジャパン以上に中村選手の存在は大きく、中村のチームといっても過言ではありませんでした。その間中村選手はさらに上手くなるために大きな決断を下しています。2009年6月4シーズン戦ったセルティックからスペイン1部リーグのエスパニョールへの移籍を決めました。しかし2009年夏にエスパニョールへ移籍した頃から中村選手は不振に陥ってしまいます。結局エスパニョールで試合に出場できない状況を憂慮して2010年3月中村選手は横浜 F マリノスに復帰しました。ところが実戦から離れていた影響か中村選手のコンディションはなかなか上がってきませんでした。
ワールドカップ本番を2ヶ月後に控えた4月7日、中村選手を中心とする日本代表もセルビア代表の2軍と言われた相手に0対3と完敗を喫してしまいました。そして中村選手がチーム内における変化の風を感じたのは2010年5月24日ワールドカップ本番前の壮行試合日韓戦の後でした。2010年南アフリカワールドカップを目前にしての壮行試合、日本対韓国が5月24日に埼玉スタジアムで行われました。スタメン出場したエース中村選手は足首を痛めていて満足のいくプレーができず、後半18分に交代しました。試合も0対2と完敗。スタンドからは激しいブーイングが飛びました。それでも中村選手はワールドカップ本番に向けて気持ちを切り替えようとしました。その夜、宿舎でミーティングが行われました。韓国相手にいいところなく敗れて、選手の間にもこれから戦いに行く世界の舞台に対する危機感が強まっていました。指揮官である岡田武史監督はその空気を感じ取っていたのでしょう。選手の前でこう切り出しました。俺は決断した。ワールドカップ仕様のサッカーに切り替える。中村選手はそう言われた瞬間、俺はもうないなと思ったと言います。中村選手は失意のままスイス合宿に飛びました。面と向かってお前はサブだと言われたわけではありませんでしたが、最後に発した監督の言動が何を意味するのか、中村選手にはおおよそ理解できたそうです。中村選手は現地に入って足首などのリハビリに専念していましたが、練習を見ていると自分の居場所がないことをほぼ確信しました。中村選手の目に飛び込んできたのはこれまで採用したことがない戦術でした。システムは 4-1-2-3 となり、中盤のアンカーに阿部勇樹選手が置かれました。日を追うごとにチームは様変わりし、オーストリアで行われた国際親善試合のイングランド戦からゴールキーパーは奈良崎聖剛選手から川島英二選手に変わりました。そして本番直前の最後の調整試合となったジンバブエ戦では、ワントップが岡崎慎司選手から本田圭佑選手に変わりました。トップ下のポジションがなくなり、アンカー阿部選手の前にボランチの遠藤康人選手と長谷部誠選手が配置され、右のサイドハーフに松井大輔選手、左のサイドハーフに大久保嘉人選手が入りました。またキャプテンが中澤佑二選手から長谷部選手に変わりました。中村選手はアジア最終予選を戦ったチームの痕跡が跡形もなく消えてしまったことに唖然としました。大胆な改革でチームに大きな動揺があったことは想像に難くありません。レギュラーを外された中村選手自身、心に深い傷を負っていました。最初の頃は悔しすぎて夜も眠れなかったと言います。いよいよワールドカップが開幕、これから試合が続いていきます。2006年ドイツワールドカップではサブがまとまらず、初戦の敗戦をきっかけにしてチームが崩壊してしまいました。中村選手は今回そのサブに自分が置かれました。選手としてどう役割を果たすべきか毎日考えていたといいます。中村選手はどんなに辛くてもチームに反する態度だけは見せないようにしました。大会を勝ち抜くには自分たちのようなサブの選手の熱いサポートこそが大事。それは2002年トルシエジャパンの映像からも垣間見ることができましたし、ドイツワールドカップの時に実際に肌で感じて学んだことでもあります。中村選手は犠牲心を持ってチームを支える覚悟を決めました。ワールドカップ初戦のカメルーン戦の前には、中村選手たちサブ組は紅白戦で仮想カメルーンになってレギュラーチームの相手になりました。本気になってカメルーン選手の役を務め、レギュラーの選手にもっとやらないといけないと思わせるようなプレーをしました。自分のポジションに入った松井選手に対しては憎いとかそんな感情は一切なかったと言います。逆に松井選手は本田選手の決勝ゴールにつながるアシストを決めました。中村選手はそれが自分のことのように嬉しかったと言います。そうして劇的な本田選手の決勝ゴールで日本は勝利しました。やったじゃん。中村選手はベンチにいた川口選手や奈良崎選手と喜びを分かち合いました。今までの苦しみがほんの少し報われた気がしました。俊介、
行くぞ。2010年南アフリカワールドカップグループリーグ第2戦のオランダ戦、中村選手は後半19分から途中出場しました。オランダに1点リードされた状況の中、日本代表の岡田武史監督は点を取りに行くために中村選手をファーストチョイスとしてピッチに送り出しました。ここで点に絡む活躍ができたら、中村選手は松井選手と右サイドのポジションを争うことができたかもしれません。しかし中村選手は何も結果を残せず、自身の存在をアピールすることさえできませんでした。チームもそのまま0対1で敗れました。オランダ戦で試合に出たけど全然地に足がついていなかった。これ以降岡田監督から中村選手に声がかかることはありませんでした。チームが勝ち進む中、一個人としてはサブという世界で悶々とした毎日を過ごしていました。本来であればミックスゾーンで試合を分析するなど取り囲む報道陣を相手に多くを語っていたはずですが、中村選手が口を開くことはほとんどありませんでした。何かしら話をしだしたら感情がこみ上げて爆発してしまう怖さもありました。試合後に報道陣と交わす話は、試合での自分のプレーや考えを整理したり、彼自身のガス抜きでもあったりしましたが、それもなくなり、ストレスはたまる一方でした。そうした状態にあって、中村選手は先を見ることで、自分の気持ちを落ち着かせていたといいます。一方で、チームは決勝トーナメント進出。その1回戦でパラグアイに PK 戦の末に敗れましたが、2002年大会以来となるベスト16入りに日本国内は大いに沸いていました。最後の試合も中村選手の出番はありませんでした。振り返ってみれば、2006年ドイツ大会、2010年南アフリカ大会と中村選手は10番を背負いながら主役を演じることができませんでした。南アフリカ大会でもチャンスを与えられましたが、そのチャンスを生かせませんでした。個人的には何も成し遂げることができないままワールドカップの舞台から去りました。自らへの期待も大きく、ワールドカップは夢の舞台だっただけに、そこで輝けなかった自分への失望感は胸の中で大きく膨らみました。どんなにクラブで輝いても代表チームやワールドカップで輝けない選手がいます。だからといって彼のことを実力がないとは誰も言いません。中村選手はワールドカップにほんの少しだけ縁がなかったのです。実際に南アフリカワールドカップ後、多くの人が中村選手はこれで終わりと見ていましたが、中村選手はその後も輝きを失うことはありませんでした。見事なリスタートを果たして、所属の横浜 F マリノスで存分に力を発揮しました。とりわけすごかったのは2013年シーズンです。33試合に出場して10得点を記録、チームをリーグ戦2位に押し上げる原動力となって J リーグ MVP を獲得しました。さらに天皇杯でもチームを21年ぶりの優勝へと導きました。苦悩のワールドカップ後、中村選手は終わるどころか一層レベルアップし、自らの存在価値を高めたのです。その時、中村選手は南アフリカワールドカップで苦しんだ日々を思い出したと言います。しかし選手として本当に評価されるのは、その後もいかにその輝きを持続できるか、あるいはさらなる輝きを発せられるかにあります。中村選手はワールドカップでは輝けませんでしたが、屈辱の1ヶ月を糧にしてその後の自分を輝かせました。中村選手は引退後のことを、サッカー選手っていろんな終わり方があるじゃない、戦力外通告みたいなのもそうだし、怪我が理由の人もいる、辞めるタイミングって自分の中であるから、辞めなくていいならずっと辞めなくていいでしょ、だけど次は指導者もやりたいし、それはタイミングっていうか人それぞれだからね、と語っていました。すでに B 級コーチライセンスを取得済みのため、今後はベンチで采配を振る姿が期待されます。天才レフティーの芸術的なプレーの数々は永遠に人々の記憶に刻まれることでしょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。